サンスターオーラ2モーニングインサイト。 This program is brought to you by サンスターオーラ2。さあここからは世界を取り巻くあらゆるトピックスの本質に迫るサンスターオーラ2モーニングインサイト。あ、気がつけばもう11月も半ば。温かい食べ物が恋しい季節がやってきましたね。そこで今朝の J-WAVE 東京モーニングレディオでは、たい焼き。毎日僕らは鉄板の、知ってますかこの曲ね、シモン・マサトね。これでレコード会社はビルが建ったっていうね、噂が立つぐらいね。うん、ご存知でしょうか。店のおじさんと歌えちゃう自分。さあゲストをお迎えしてます。2年をかけて東京中のたい焼き屋さんを回り、2000匹のたい焼きを平らげ、東京のたい焼きほぼ100匹手帳という本まで出されちゃいました。この方です、岩井聡さん。おはようモーニングです。別所哲也さん、リスナーの皆さん、おはようモーニングです。ありがとうございます。もう岩井さん、ようこそ。ありがとうございます。お越しくださいました。失礼いたします。ありがとうございます。もうね、さあちょっと2000匹食べたって。食べました。そんなにいるもんですか、東京にはたい焼きくんが。かなりいろんなブランド、はい、たい焼きやってね、ありますね。ちょっと絶滅危惧種かと思っていて憂いていたんですけど、あの街角に潜んでるものなんですねそうですか、はい。さあそもそも東京に何軒ぐらいあるんでしょうね。ざっと見積もって300はあると思うんですけれども、300件、はい、まだ見ぬたい焼きもまだあると思うんで。これどうやってお店の場所を調べたんでしょう。これ今インターネットという便利なものがありますので、うん、そこで検索してですね、大雑把に東京で検索して、次区で検索して、はい、次は商店街で検索するっていう方法で細かく細かく精査していくわけですね。へえ。でもザ、いわゆるたい焼き屋っていうだけじゃなくて、はい、こうなんて言うんでしょうね、あんみつなんか出してるところで出してね。そうですね、甘味屋さんもありますし、うん、中古 CD 屋さんもございますし。中古 CD 屋でたい焼き売ってる。たい焼き五反田で売ってるんですね、これが。あとスーパーの軒先で売ってたりね。売ってますね、そういうのもこう欠かさず。ははは。はこれ食べに行く場所はどうやって選んでらっしゃるんですか。ここまず個人のお店最優先で行きまして、はい、そこから朝の営業時間早いとこからどん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 潰していきます今も食べ続けてらっしゃるんですか。今も食べ続けてます。はあ。どのぐらいのペースで食べてるんでしょう。ですね、毎週7匹買ってますのであの毎週7匹買ってるってすごい。最低1日1匹計算で食べております。そんな違いがあるもんですか。ありますね。これが焼き手によって変わってきますんで、同じような型を使っても同じお店でもこれまた変わってくるんです。まあね、あんとか材料が微妙に少しずつね、味付けも違うでしょうし、はい、また行く時にはなんか自家用車を使わないっていうこだわりがあるって何でしょうこれ。これはですね、道路状況によってあの遅れが出ると開店直後の焼きたてが食べられないっていうのがあるんで、車はちょっとよろしくないですね。やっぱりたい焼き焼きたてがいい。焼きたてを食べてからどん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 段階を踏んでいくという方法があります。なるほど。これがね、今日ご紹介する食べ頃が5回ある、ね、この話につながるんでしょうけど、ちなみにすいません、お仕事は何をされて。僕はデザイナーをやっております。デザイナーといえども広いございますけども、どういう。今服飾デザイナー。いえ、本とか、この本もそうなんですけど、はあ、想定とかも私が。じゃあイラストとか。はい、イラストも描きます。本の想定とか、はい、広告とかもやっております。さすがクリエイティブ。だからクリエイティブオーラが出てるんですね。そんな水玉もんですよ。ね、今日はちょっと水玉もんよ、ドットのシャツを着てらっしゃいます。ちょっとダルメシアみたいですね。そもそもなぜたい焼き食べ歩こうと思ったんでしょうか。あの、僕はもう幼い頃から、うん、あんこが好きでして、はい、あんこをずっと食べ続けていたんですけれども、ええ、あの冬場とかどうしたってあったかいあんこを食べたくなる、うん、あんこって大体冷たいもんじゃないですか。そうなってくると選ぶのはもうぜんざいか今川焼きかたい焼きになってくる。確かに。そうなってくるとこの顔があるっていうのでたい焼きはちょっとランクが上になってくるんですね。それで
旗と目覚めたわけですか。そうです、たい焼き食べようと。目と目があったんですね、たい焼きと。それいつ頃の話でしょう。それがですね、3,4 年前ですね、はあ、で俺は極めるぞと、たい焼きを、うん、見つめられてたのを気づいたんですね、 3,4 年前に。ちょっと待って、あの聞きたいことがありました、はい、今川焼きとたい焼きっていうのは、はい、確かにあのね、見てくれは違いますよ、はい、生地と合う一緒じゃないの。これがですね、まず皮の厚さが違うんですね。まあまあそりゃそうだ。あの今川焼きで薄皮っていうのはまずない。あの薄いとあんこブニュって出ちゃうんで。何がだから食材として違うのかなっていうね、ええ、究極の疑問が別所にはあるんですよ。あのたい焼きのたいという形、あれがあんこが出ないというものすごい理想的なフォルムなんですね。あの平べったくて薄いという、はあはあはあ、だからこう食べた時に横からブニュって出にくい。じゃあ今川焼きじゃダメなんですね。今川焼きも好きです。素敵です、ありがとうございます、うん、僕も意外と好きなんですよ、はい、今川焼きも。最近あとちょっとね、あの変わりたい焼きも増えましたしね、あのすごいちっちゃいプチなやつね、はい、あれもね美味しいですね。いろんなあんが入っててね。そうですね、あんというかあんこじゃなくてね、あんこじゃなくてあのジャム系が入ってますよね、クリームとか、ね、そう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 。あれは大丈夫ですか。邪道ではない。全然 OK ですね。あんこダメな人にはそちらを。そうですか、はい、極めれば何でも普遍的なものが見えてくるはずです。どうでしょう、たい焼きっていうのは僕もこのね岩井さんの方を見て初めて分かったんですけど、ちょっと顔が違うんですね。違いますね。ねそれぞれ違う、はい、これはどういうことですか。これはですね、まず型をオーダーメイドしているところもございますが、うん、まあ、同じような型を買ってきても、うん、使い手によっても使い方が変わるんで減り方が変わってくるんですね、型の。はあ。そうなってくるとこの丸みが変わったりとかするので表情に違いが出てくるんですね。微妙にね。皆さんも食べ比べたことあります？食べる前に顔見てください。目の大きさやらね、鱗とかね、はい、ちょっと口のこうとんがった感じが全然違うんですよね。尾の反り方ぐらいがちょっと似てたりするんですね。尾の反り方はやっぱりあのタイなんでピッて反ってる上にね、キュッと、はい、おめでたい感じですね。めでたい。さあ、さまざまなこのタイ焼きの違い極めた結果何が見えてきたか、後半さらに岩井さんにお話を伺いましょう。サンスターオーラ2モーニングインサイト。さあ今日はたい焼きを極められた岩井聡さんをお迎えしておりますね。東京のたい焼きほぼ100匹手帳、こちら本になってますから皆さんも見てほしいんですけど、岩井さん、はい、なんかあのさっきのねたい焼きの型なんですけど、はい、一匹用と数匹用っていうのがある。これ何が違いなの、はい、なんか違いがあるんですか。これはまず一匹用というのは一丁焼きと申しまして、これはまあ昔からある焼き方で、うんうん、はい、あの東京の御三家と呼ばれる老舗のたい焼き屋さんから始まってる昔ながらの焼き方。御三家どこ。麻布十番のなにわ屋さんと人形町の柳屋さんと四ツ谷の若葉さんというこの3店舗、御三家、御三家がございまして、覚えとこう、はい、なるほど。そして数式用っていうのは、これがですね、あの泳げたい焼きくん以降、あのもう需要が増えまして、大量に焼くために1回で7匹8匹焼けるような型を作って、あの楽曲がきっかけなんだ。あれが爆発的なブームを生みまして、なるほど。それ以来、はい、大量生産用に作られた型ですね。たい焼きの歴史っていうといつからですか。これが明治42年に先ほど申し上げたなにわ屋さんが始めでございまして、明治42年、はい、それが麹町あたりで始められまして、はいはい、まあ、紆余曲折ございまして今の麻布十番に落ち着かれてるっていう形ですね。へえ、知らなかった。コンビニでたい焼きがないのは何でなんでしょうね。コンビニだと今冷凍のたい焼きは売られていますね。え、あるんだ。あります。どこで。もう主要セブンイレブン、ファミマ、いっぱいあります。知ら、見たことあります？コンビニでたい焼きで、どうするの、チンするんですか。チンするたい焼き。あ、知ってる、うちのスタッフで知ってる知ってるって。本当か。なるほど。たい焼き屋さんの数は増えてるんでしょうか。これがですね、先ほど申し上げた通り、うん、あの泳げたい焼きくん以降から始めた方がもうご高齢になられまして、
かなり減ってきて、もうやめられたい、この本の許諾を得る時にももうやめるからっていう方もいらっしゃったんで、確実に。今一番高いたい焼きっていくらですか？今ですだいたい 200-300 円じゃないの？100円ぐらい？今150円ぐらいなんです。平均平均で150円ですけれども、まあ高くて200円ぐらいだと思います。超高級たい焼きとか出してほしいですね。うちのプロデューサーは高級志向だからね、500円以下のもの買わないって言ってるから。あらねえ、本当に金箔とか入ってたらいいですね。さあ、ちょっと難しい質問だと思うんですけど、岩井さんおすすめのたい焼き屋さん。僕のおすすめは先ほどの御三家とかもございますけれども、まずご近所のたい焼き屋さんに行ってもらって、自分の住んでる町のたい焼きを知ってもらうのが最優先だと思ってます。そうですね、はい、町のたい焼きを育てよう。そうです。そこから興味を持たれて、どん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 違うたい焼きを食べていかれると、はい、たい焼きのまず違いというものが分かって。どんな違いがあるの？もう興味を示すのは、まあ皮とか、はい、まあ最初は皮なんで、皮を食べてみると、まあ今薄かったりとかもちもちしてたりとか、あと最近羽根付き餃子みたいな羽根がついてるやつもね、羽根がついてるのもございますしね、あのパリパリ感がいいんでしょうね。パリパリ感も、はい、香ばしい、はい、それから食べ頃が5回あるっていうのはどういうことですか？これがですね、まず最初に出来たてを食べます。うん、それで出来たてっていうのは持ちにくいもので、うん、これ持てるようになった時を、ま、次食べます。はい、それで落ち着いたあったかいなっていう時をまた食べます。これ3回目3回目で常温を食べます。これ4回、はい、そして焼き直して食べる。焼き直すんだ。なるほどなるほど。冷えたの食べるのかと思った。いや冷えたほらもうねピザみたいなやつ、はい、冷えたのもねいいんですけど、皮ボロボロになるんで焼き直した方が結束力が高くなるんで。5回食べ頃があると。食べ歩いてトータル3000匹というか、これ改めて発見したことってその他あります？やっぱりたい焼きはですね、町が育むものだと感じましたね。町の味が出るんですね、たい焼きは。やっぱり、なるほど、町の味です、はい、というと商店街だったら商店街の、これ庶民派なの？庶民派のたい焼きでして、やっぱり老舗は老舗なパリパリして、姿も美しいし、あんも上品でね、はい、銀座行っちゃうともうちょっと華やかな、華やかになっちゃったりとか、商店街のおばあちゃんが作ってるともうポロポロなんだけれども、ふかふかして美味しいとか、なんかね、番組の方にもねメッセージが来て、サーコさん五反田の中古 CD 屋で売ってるたい焼きが美味しいって、カレー味もあるって知ってます？ここ。知ってます。カレー、ハムエッグっていうのもある。うどんもあります。それってどういうことですか？たい焼きの中に入ってるんですか？はい。知らなかった。行ってみよう。はい、お願いします。お願い。またたい焼きは民芸品だと本に書かれてますけど、はい、これはどういうことですか？先ほど申し上げた通り表情が違うんですね。たい焼きは一匹一匹。これはもうこけしとかだるまとかに通じるものがありまして、はい、要は手作り、人の手によって作るものなので。そうか。表情が出てきても愛らしくなってて、人形収集する人の気持ちが分かってくるっていう感じですね。たい焼き集めたいっていう感じになります。そうか、食べ歩いちゃうかな、たい焼きを。ここ東京、今後岩井さん何をしたいと思う？これたい焼きを通じて、まず目指すは東京全部制覇なんですけれども、これはもうたい焼きの文化財保護にしてもらいたいですね。でも大事ですね、はい、江戸東京博物館に御三家の焼き方がこう並ぶ姿を僕は見てみたいです。いや、僕は本当にね、これ声を大にしていたい、たい焼き屋さんとかね、それからお寿司職人とかね、はい、人間国宝にしてもいいと思うんですよ。もう大事、この技をね、はい、そういう枠ないんですかね？これはもうぜひとも国に動いてもらうしかない、ね、お願いします。お願いします。いや、岩井さん今日は本当にたい焼き、ちょっと頭が良くなりました。ありがとうございました。ありがとうございました。サンスターオーラツーモーニングインサイト、今朝は東京のたい焼きほぼ100匹手帳の著者岩井聡さんをお迎えしました。